はい、こんばんは。つげきです。今回は、ゴキブリを食べようかなと思ってるんですね。はい、ゴキブリ。ほら、ほら、なんか、ちょっとね、死にかけてる感じなんですけど、これですね、ほら、ゴキブリ。ゴキブリ。ゴキブリ虫が。はい、これはね、食べようかなと思ってるんですね。では、いただきましょうね、ゴキブリ。いただきます。僕、ゴキブリ嫌いですけど、食べますね。ああ。なんとか飲み込みましたね。はい。まあなんとかね、飲み込んだんですけど、はい。飲み込んだっていうか、まあ、ちょっと噛んだんですけどね。はい。噛んだ。ちょっとなんか、変な味がしましたね。なんか、ゴキブリの味ですね。はい。まあ、わからない方いるかもしれないですけど、ゴキブリの味っていうのがどうやらあるみたいですね。はいはい。しかももう一匹実はいてですね。これも嘘でーす。すいませんね、嘘ついてまた。はい、まあ、おしっこを飲んでみたとかね、うんこを食べてみたとか、やったんですけど、これもね、はい。これも嘘で、これ偽物なんですね、このゴキブリ。はい。このゴキブリ、なんか本物に見えますけど、これ、こういう風になんかタイヤがあるんですよ。はい。さっき食べたやつ、はい、実は飲み込んでないですからね。はい。ちょっとぽいって、ちょっと吐き出しました。吐き出しましたね。ゴキブリ、本物のゴキブリなんて食べるわけがないじゃないですか、この僕が。はい、僕、ゴキブリ、まあ、さっきも言いましたけど、嫌いですからね、ゴキブリ。本当にね、虫の中で一番嫌いだと思いますね。はい。本当にね、もう恐怖になるぐらい嫌いなので、食べるわけがないんですよ、ゴキブリ自体。だってあれ食べるものじゃないじゃないですか、虫、ゴキブリ。はい。これね、偽物で、こういうやつを買った、100均ダイソーでね、こんなやつを買ったんですね。走るゴキブリ。走るゴキブリみたいなんですね。まあちょっとやってみますか、ちょっとなんか、はい。ちょっとやってみましょうね。これ。ちょっと床汚いですけど、ごめんなさいね、ちょっと古くて。汚いですけど、これちょっとやってみましょうね。これ。おー、虫が。見えましたか？これもやってみましょうね。なんか、本当に歩いてるみたいですね。はい、本当走ってるみたい。本物のゴキブリがね、やってるみたいなんですね。はい、2匹やってみましたね。はい、おお、すごい。なんかこれ、別にこれ電気でもないんですよね。はい。電気でもないみたいですね、例えば。なんか、電気なのかな、これ。なんか、そうでもなさそうなんですよね。これ。もう一回やってみますか。はい。やってみましたね。おお、なんか。楽しいですね、ちょっと。はい。これなんか子供とかが好きそうですよね。これ子供がこれ遊ぶのなんか好きそうな気がするんですね。まあ相当ゴキブリが嫌いな人にとってはこれ嫌だと思いますけど、僕もゴキブリ嫌いですけど、これはまあ動いてないので、はい、ただのおもちゃなのでね。はい。大丈夫ですね、今日は。本物ではもう触れないですからね、絶対触れないと思いますね、僕。はいまあてなわけでね、今回の話はゴキブリを食べてみたなんですけど、実はこれはおもちゃ、偽物だったっていうことについてのお話でしたね。これですね、はい、ドッキリ2匹走るゴキブリ、これ、まあ、これの紹介みたいな感じですね。はい、これで終わりますね。ご視聴ありがとうございました。では失礼します。